はい、皆さんこんにちは。はい、ゲームウィズナウシカノマです。はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズのシロです。はい、龍馬のね、はい、来ましたね、最新化がまあ、アニメと同時に、発表されました。まあまあこれね、撮ってるのは、まあ、本当土曜日、アニメの後なんで、アニメの後ですね。公式のね、サイトとか見てもまだ何も情報が出てないんで、はい、そうですね、本当にもうアニメのね、オラゴンが言ったって言ってた、はいはい、言ってて、まあ、こういうバナーとかね、はい、エンディングの、画像の中に、まあ、そうそう、龍馬重心化のね、イラストなんじゃないかっていうものが出たと、はいはいはい、出たと急でしたよね。ね、だって2人でね、2人というか他のモンスターの方とかと解放の呪文解いてたら、うん、あれそう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 あれっつって、まあなんか、一応今回は最終話で、なんかそういうね、龍馬そういうふうになんか押してたのはなんとなく感じ取ってはいましたけど、ね、カウントダウンみたいなのもなんか、ね、アニメ内であって、そうまあね、でもね、今まで一応その重心化、はいはいはい、結構そのね、前もって発表があったんで、確かに今回みたいに ね、まあ、アニメ連動で来たということですね、うんはい、で実装も一応7月27日の、はい、水曜日、はいはいはい、とオラゴンがね、そうですね、でも言ってたんで、うん、実装まで決まってる、まあ、多分そうでしょう。だからもう来週ですね、はい、来週来週、うん、だからラーより早いのかな。それもかわいそうっすよね、うん、完全にもうラーね完全にかわいそうで、完全にラーちょっとね、はいはいはい、ね、うん、あれですけど、まあ、まあ、それ置いといて、はいはい、うん、じゃあもう早速予想、はい、予想いっていきましょう、はい、それでは、はい、まあ貫通タイプでね、今までずっと来てるんで、はい、貫通は変わんないでしょ。そうだね、うん、でまあ AGB もは分かんないですけどね、はいはい、これに関しては、うん、まあ神化が強いじゃないですか、強い、やっぱり龍馬、うん、なんでやっぱ神化のいいところ、まあ、AGB、うん、キキラー、貴族セキラー受け継いで、まあ、アンチダメージオールのね、両面持ちとかにもなる可能性はあるんですけど、はいはいはい、いや自分もそれちょっと思ってはいるけど、うん、そしたらまあシャンバラとかね、使えるからね、そうねありかもしれない、まあ、ただ今回はアニメをね、うん、見た時に戦隊のバハムートと戦うシーンがあってね、ああね、うん、でバハムートを切る時とか、なんかいつもより派手なね、エフェクトが出てたりしたんですよ。あ、そうなんだ。で結構その闇属性キラーでそのバハムートを倒してるっていう設定なんじゃないかっていうね、アニメの活躍化予想が、ゲージダブルになると、うん、ダブルキラー、そうダブルキラーで、だからガブリエルについて、ね、ガブの AGB 版みたいな感じになる、うん、そうですね、はいはい、それが木と闇 で木の場合はね、属性よりもあるんでかなりやっぱ強いと。でゴレーセスが、うん、まあ、2段階になると、うんうんうん、はい、はいはい、2段階になる、まあこれ変わんないですよね、今まで26ターンだった。そうだね、まあこれは多分、うん、ラファエル重心化みたいな感じかな、うん、あ、そうかもしれないですね、うん、2段階で12-12かもしれないですね、うん、で友情が長距貫通拡散、はい、まあ貫通拡散が調教になって、うん、サブがこれ、お、数十貫通がついたら、これしかも普通の威力の方でしょ、これぶっ壊れてるやばいじゃん、しかも、はい、多分ね、うん、これ光属性ですね、多分イラスト、うん、そのね、今闇属性に対して強いっていうのと、そのイラスト、これ上のねイラスト見ても分かるんです、うん、なんかね、その、まあ、光みたいなのが、うん、まあ、もしかしたらでもその、うん、非属性のあれかもしれないですけど、光かもしれないんで、かもしれない、ね、うん、光初の数字型貫通、うん、はい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 、まあでも、まあ、強くはなるでしょう。でも今現状ね強いんだよ龍馬ね、めちゃくちゃ、だからね、あんまりねここから1段階ぶっ壊したらね10点よ、確かに10点よこれ、だって今のとここれなんだかんだ、うん、ね、卑弥呼にとね、うん、双璧をなすもう貴族性のね、うん、キャラクターですから、そうですね、なんでね、そんなにねぶっ壊してね、まだ曹操さんを置き去りにするってことも多分ないと思 う、ね、うん、まあ、追従はちょっとやりすぎたかもしれないけど、うんうん、だってしかも、うん、これまでね割とその重心化自体がちょっと、うん、使わなかったキャラクターとか、使えなかったキャラクターとか、まあ古かったりっていうキャラクターでやってて、そういうのが多かったですからね、その現役まだこいつ超強いローみたいなやつがなんでここってなったやつがなかったよね、なかったっすよ、本当ないよね、あ、最初のアグナムテックスとかは、まあ、ある程度使えたけど、確かに現役まだ、ね、その時も現役バイバイで、うん、希少なアビセットだったけど、うん、まあ、そう来るって感じかな、それを超えるのはやっぱり龍馬来てるよ、うん、間違いないよね、間違いないいや、それ超えてくるだろうね、うん、絶対、まあ、非属性1位には返り咲くでしょ、確かに、うん、ほぼ間違いなく、うん、だってもうワクワク2個つけれる時点でね、うん、やばいね、ワクワク2個もつけれる、マジでおかしいよやば、同族とね劇種の過激特権つけた時点でもう攻撃力4500上げれるからね、でおかしい、それの時点でまずもう1点おかしいっす、この子は。まあ、どうなんだろうね、でこれで
まあでもね、さすがに貴族性キラーみたいないいとこと、消してこないんじゃないかなって思うんですよ。いやいやいや、これね、やばいよ、ね、本当に。でもね、これね、これ何も言いようがない。そうそう、しかも、うん、ね、ラーでね、うん、ラーはさすがにっつってさ、うん、そう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 、いや、ラーはね、ファン多いからって言って、うん、でもまあ水癖キラーがついてちょっと、はいはいはい、みんなちょっと全体的な評価としてはちょっと落胆な人が、ね、はいはいはい、多かったみたいなんですけど、ね、うん、でまたこれね、うん、それの流れもあって、うん、いやさすがにローマはみたいな、ね、言っといてからの、あ、なるほどね、まあ、こんなもんでしょ、うん、みたいになる可能性もあるね。あ、じゃあ案外あの16バリアのダメージ量だけとかになるね。そう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 、そういうのもあるかもしれないね。まあ号令ぐらいは分かれて、うん、で、ベートーベンちょちょちょいみたいな友情になって、そんな強化されないって、ね。まあ、それでもそうそう、はいはい、でもまあそれでも十分ね、うん、まあ強いよ。十分だね、うん、十分だ、ね、だと思う、うん。はっきり言って。はい、だからこれまあ本当まあね、うん、前のコメントなんでも、うん、いやお前らゲームズ夢見てんじゃねえ、うん、本当にね、あったけど、お前ら夢見すぎだよって、そう、そうあったけど、うん、まあ。見ますよ、見ちゃうね。あってね、あんだけラー可愛くて、リョウマこんなにかっこいいからね、まあ、何回もね、うん、そうちょっとね、実装のされた能力に対してちょっと、うん、あーってなるけど、うん、いやその時やっぱね、まあ、夢見ちゃうんすよ、ですね、うん、夢見ちゃう、しょうがない、あ、まあ、こればかりしょうがないね、本当にね。そう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 、こっからそういうもんだから、確かにね。だから僕らが予想したやつがね、また一段階弱くなると思ってくればいい。そう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 、うん、まあ、それかね、内ガスの強く予想してるから逆にね、うん、確かに確かに、まあじゃあ、まあでも今もう言ったのだね、うん、はいはいはい、まあ全てです、うん、そうだね、うん、ちょっとこれ来てないよね、みんなの予想来てないから、うん、みんなの予想多分ね来てないと思う、まだやってないもん、うん、さすがに今日はちょっとね、あのメインコンテンツ、あ、やってるじゃん、来てるじゃん、じゃ見よ、行きますか、見よ見よ、はい、じゃ来てる分だけ、はい、来ました、はい、あれはいいね、名前がまずいいね、はいはい、龍馬重心化激発ナベティア IGB でしょ、確かに、はいはいはい、あ、M 属性から M が強くなってる、ね、うん、強くなってるね、うちの方が強くなってるだけじゃん。やばい、バランスのいいステータスはいいね、じゃあこの人からしたらうちの予想まだ足りないで、はいはい、あ、これでも確かに確かに、うん、でもあこの人は本当もううちを押してくれてると、うん、はいはい、確かにね、はいはい、じゃあ次、うん、はい、はい、同じだね。あ、でもこの人もでもやっぱ、うん、アニメのやっぱあれ強いんじゃない、うん、あ、それはあるかもね、アニメからの予想は多分現実味、うん、リアリティが逆にあるんじゃないか、それからにはすごいね、うん、でも具体的に HP が、25,000、風極22,000のスピード334、うん、なるほど、重心活性ということで、まあ、若干高め、うん、はいはい、高めじゃないけどね、うん、で友情がまあ調教官とかさんに、うん、はいはいはい、残撃、あ、残撃か、確かに、残撃ありそう、ありそう、残撃、うん、確かに確かにこれ確かになる、てか、うん、追従艦長より納得できる、うん、あ、でもね、普通にワンチャン新友情とかもありそうだけどね、あ、確かにね、うん、あ、それで、でも確かにストライク以降、うん、ないかストライクの重心化以降、重心化で新友情ついてないよ、ね、かな、わかんないっすけど、ちょっとすぐストライク以外思いつかないんですけど、うん、まあ、あったらね、ちょっとコメント欄で教えてほしいんですけど、ね、確かに新友情も欲しいね、ね、新友情も欲しいね、絆で全員で攻撃、うん、ちょっとあれかな、確かに、あ、大号令かなと、あ、大号令ね、はいはいはい、ベートーベンをさらにいじめると、はい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 、でも大号令でも嬉しいよ、うん、あ、じゃあ2つ だ、ね、まあ、まだちょっと本当みんな、うん、皆さん急だったんでね、うん、まあ、結構ね、アニメ見る感じね、なんかやられてからなんか復活して、うん、なんか仲間のなんかモチベーション上がってみたいな感じ、ね、分かった、あれだ、パワーアップとか、違う違う、はい、あれなんすか、 HP が 30% 切ったら、うん、みたいな、うん、なんか HP50% 切ったらストライクドッキング集がするんですけど、そうそうそう、はい、なんだっけ、さや、みたいな、あーなるほどね、サヤみたいなやつかも、だからそれの2段階みたいな、減れば減るほどね、そうそう、うん、あ、なるほどね、70% 以下で第1段階で、うんうん、50% 以下で第2段階、はい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 、はい、面白いね、そういうのも確かに面白いですね、それで号令でみたいな、うん、あ、じゃあ打つヒットポイントの残量によってその威力が変わると、変わるやつ、やばいね、あ、そういうの面白いね、またね、うん、ぶっ壊れちゃうね、またね、はい、まあこんな感じですね、まだね全然募集してるんでね、皆さんぜひね、うん、あの投稿を落として、はいはい、いや、これからもっとどうしようしね、うん、まあ、実装までもうすぐですけど、はい、それまでのちょっと、ね、お楽しみ、よろしくお願いします、はいはいはい、まあ、またね、はい、これもラーと一緒で使ってみた、来たらね、うん、はい、すぐ動画ここで使いますね、出しますんで、はい、はいはいはい、うん、なんでね、皆さんそれで、そちらもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、それではね、今回龍馬の重心化予想でした、はい、でした、はい、はい、ぜひね、あのチャンネル登録まだない人は、はい、まあ、夢見すぎだって言われてもちょっと、ね、うん、お願いします、お願いします、ツイッター歌いてもらってるんで、はい、お願いします、はい、お願いします。今回もゲームズ RPG スタジオの2から、はい、2からお送りしました、お送りしました、ゲームウィズナウシカのオでした、シロでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。